たけるちゃん、たけるちゃん、何してるんだい？虫捕り。虫捕り？何の虫を探してるの？ダンゴムシとか、うん、虫全般。虫全部？うん。じゃあ僕も一緒に探してもいいかい？うん、よし。あの闇あるから、うん、闇取って。闇？網だねきっと。うんうん、こっち来て。あ、ほんとだ。でもちょっと僕の体にはこの網おっきすぎるかもしれないな。よし、そうだ、僕が見つけたらタケル君に教えるから、タケル君が取ってくれる？ガーだね、あれはガーだよ。タケル君、それはガーだよ。ガー、蝶々じゃないよ。タケル君、もしかしたらこれの下に何かいるかもしれないよ。イクモムシある。お、何もいない。何もいないよ、タケル君。しかも、クモの巣だった。あ、タケル君知ってる？ダンゴムシさんって。あ、どっかの下におるの。そう、ダンゴムシさんは日陰が好きだから何かの下にいるんじゃない？変な虫がおった。よーし、私も探してみよう。この下はどうかな。いないな。あ、なんだこれは、ハチの巣だ。怖いぞ、これは危険だ。みんな近寄ってはいけない。タケル君気をつけるんだよ。あ、さっきさ、蝶々がおったよね。蝶々が？そうだよ、さっき蝶々が飛んでたけど捕まえられなかったね。うん、また飛んできたらいいね。うん、蝶々はレアじゃないから一瞬で見つける。わかったぞ、この下に何かいるはずだ。そっとそっと。いないぞ。おかしいな、変な虫しかいないな。この下はどうだ？わあ、いないな。今年は虫が少ないのか？タケル君、なかなか見つからないね。これ探してみてね。ほら、見た。いなかった。タケル君、見つけてしまった。うん、ハエだ。ハエ、いくでいくで。ここやったらまずい。どうした？こうだ、こうだ、スペシャル。タケル君頑張れ、ハエを捕まえたのか。そんな掴み方してハエは大丈夫か。虫捕りでハエを捕まえる人は君が初めてだよ。逃げても、逃げてしまったか。アゲハチョウ。アゲハチョウがいた。蝶々はすぐに飛んでいってしまうな。あ、戻ってきた。アゲハチョウや。あそこはとってもいそうだな。でも時々どうした？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 ムカデ？そうだよ。ちっちゃいムカデがめっちゃおる。うわー、そうなんだよ。ダンゴムシさんが好きな場所にはムカデもたくさんいるんだ。気をつけないと危ないぞ。この下はどうだ？あ、ダンゴムシさんがいた。あ、そうやった、取って。ダンゴムシさんが1匹、2匹。あ、でもムカデもいるぞ。たくさんのムカデと、あとナメクジさんもいるぞ。うわあ、ムカデがうじょうじょいる。どうやって取ろう。タケル君、ムカデがうろうろしてるからダンゴムシさんが取れない。どうする？ここはやめとこう。やめとく？でも何かでピュッとしたら取れるんじゃないか。ああ、ムカデといってもちっちゃなムカデさんだから。例えばこのスコップなんてどうだろう。でも優しくしてあげないと死んじゃうからね。逃げちゃう。
逃げちゃうな。ほら見て見て、みんなダンゴムシさんだ。はい、ここに入れて。一匹捕まえたぞ。うん、一匹目。二匹目だ。二匹目。よし、たけるくん、このケースの中に入れるんだ。上手に入れれるかな。ちょっと待って、ファンスカップになったから。ぐれぐれ、上手に入れれるかな、たけるくん。二匹だよ。くっついてる、まだ。まだ網にくっついてるよ。手で取らないとダメなんじゃない？行け行け、ダンゴムシ。もう一匹どっかにいるから気をつけてないといけない。逃げた。どっちもこことここだよ。タケルくん、つかめないの？捕まえるよ。ほら、ほら、ほら、ここのダンゴムシ。いけー。いけるかな。うひぇ。ひっくり返ったダンゴムシさんを起き上がらせてあげるなんて優しいね、タケルさんは。なんか止まってるダンゴムシ。どうしたどうした、これはなんだ。うわ、ダンゴムシだ。これタケルくんが取ったのかい。うん、取った。すごい元気に走り回ってるね。うん、登ろうとしてるよ。登れへん、登れと閉めないで。こっちのダンゴムシ、背中に何やら模様があるぞ。そうだよ。こっちのダンゴムシは模様がないな。種類が違うのかもしれないね。そうだよ。普通のダンゴムシね、俺の学校でね、取ったんだよ。取ったの？そのダンゴムシどうしたの？そのダンゴムシ落ちてもた。落ちちゃったの？うん、そっか、残念だったね。うん、タケルくん、お家で捕まえたこの2匹のダンゴムシさん、どうするの？ペットにする。仲間にするの？育てられるの？ダンゴムシさんのご飯は何だい？ご飯がないと死んじゃうよ。ご飯がわからなかったら育てられないんじゃないかい？それはじゃあパパに聞いてみようよ。それで本当に育てられるかどうかよく考えてから決めようね。うん、他の虫も、他の虫もし育てられそうになかったらちゃんと逃がしてあげるんだよ。あけるくんは本当にいい子だな。みんなも捕まえた虫さん育てるのもいいけど、育てられそうになかったらすぐに弱っちゃうから逃がしてあげようね。タケルくん、タケルくん、ダンゴムシの育て方がわかったよ。あの葉っぱ、そう、聞こえてたのかい。葉っぱは葉っぱでも枯れ葉を食べるんだって。枯れ葉、枯れ葉、枯れ葉って枯れた葉っぱだよ、茶色いやつ。まず水でちょっと濡れたような湿った土わかる？え、湿った土ってわかる？ちょっと水で濡れたような黒い土あるでしょ、あれをまず入れてあげます。そしてその上にダンゴムシさんを置きます。そして枯れた葉っぱをたくさん入れてあげる。それで完成だよ。タケルくん待って。よし、蜂。うわー、蜂がいたね今。
蜂もたくさんいるみたいだから本当に気をつけないとね。じゃあ僕はこれからまだまだたけるくんと虫探しを楽しむよ。みんなも何か変わった虫さん見つけたら教えてね。バイバーイ。